グセフは火星の赤道付近内14度30分統計175度24分、内14.5度統計175分。直径は 166km で約30億年から40億年前に形成されたと考えられている。このクレーターの名前は1976年にロシアの19世紀の天文学者マトベイ・グセフから名付けられた。グセフクレーターには マーディム渓谷と名付けられた谷が接続しており、過去の火星において液体の水か水と氷がこのクレーターに流れ込んでいたと考えられている。当時クレーターはクレーター湖となっており3000フィートもの堆積物で満たされていたと見られる。いくつかの露出した地層により層上の構造があることが伺え、何人かの研究者はマーディム渓谷との接続部付近は 地球で見られるような三角州であると主張している。このような三角州は地球では1万年から10万年といった時間をかけて形成されるもので三角州の存在は水の流れが長期にわたり続いていたことを示唆している。軌道上からの映像でも実際にマーディム渓谷から供給された水により巨大な湖が存在していたことが読み取れる。しかしその流れが ゆっくり持続したものであったか、それとも爆発的で断続したものであったか、またはその組み合わせかまでは分かっていない。2006年1月1日にスピリットによりグセフクレーターで撮影されたパノラマ写真。斜面とそこで波打つ砂が見える。また衛星写真からはグセフクレーターの底面にゴミ旋風の痕跡も確認されていた。後に着陸したスピリットは 地上からのゴミ旋風の撮影に成功しており、その強風は、ローバーの太陽電池パネルの汚れをも吹き飛ばし、長期にわたる探索を支えたい人員ともなった。2004年1月3日、グセフクレーターに、アメリカ航空宇宙局の2機のマーズエクスプロレーション、ローバーの最初の機体、スピリットが着陸した。この付近のクレーターに早い時代の露出した堆積物があることを期待したものだったが、 着陸地点周辺のクレーターは溶岩に覆われたものばかりで研究のための基盤岩を描く機体外れのものだった。探査機は最終的にコロンビアヒルズという丘に向かい、その岩石から古代において少量ながら塩分濃度の高い水と相互作用があった痕跡を発見したが、スピリットに続く機体であるオポチュニティの着陸地点だったメリディアに平原とはほど遠い地点だった。 グセフの平原にある岩石は玄武岩で、観覧石、奇石、社長石、磁鉄鉱といった鉱物で構成され、不規則な微粒子の穴があるため火山性玄武岩と思われる。平原にある土壌のほとんどは地元にある岩石が崩れた時にできたもので、隕石から形成された一部の土壌からは高レベルのニッケル検出されている。分析によれば岩石は微量の水によって軽微な、 変化はあるとされ、外側の皮膚や内側の裂け目は中素化合物ではないかとされるミネラルを含む水によって生成されたのではないかとしている。すべての岩石はゴミで覆われている a 種類以上の鉱物でできた硬い外皮で構成されている。岩石研磨装置で検索しながら外皮を剥くことのできる岩石もある。コロンビアヒルズにも数種類の岩石があり。 水による変化が見られるが大量の水があったわけではない。グセフクレーターにあるゴミは惑星すべてを覆うゴミと同じで磁気があることが発見された。その上スピリットはこの磁性が磁鉄鋼それもチタンを含んだ磁鉄鋼によるものであることを突き止めている。一つの磁気は火星のゴミすべてが磁気を帯びていると考えられるため、すべてのゴミを完全に変えることができた。ゴミのスペクトルは タルシスやアラビアといった観測衛星によって発見されている地域と同様明るく低熱な完性領域のスペクトルと告示している。薄いゴミの層は1ミリメートル以下と考えられるが表面全てを覆っていて少量の科学的に閉塞された水でできている。平原にある岩石の観測において岩石は奇石、観覧石、社長石、 自鉄鉱といった鉱物で成り立っていることが分かった。これらの岩石は様々な方法で分類することが可能で、鉱物の量と種類でピクライト玄武岩と呼ばれる原始的な玄武岩が形成され、玄武岩質の小町アイトと呼ばれる古代の地球にあった岩石と類似している。平原の岩石はまた火星から飛来した玄武岩質のシャーゴッタイトや隕石にも似ている。 グラフ上において一つの分類システムで、アルカリ性成分量とシリカの量を比較すると、グセフ平原の岩石は、玄武岩、ピクライト質玄武岩、テファイトの接合に近いと見られる。アービンバラガー分類ではそれらは、玄武岩と称される。また、平原の岩石は、より柔らかく、収素化合物ではないかとされる、薄い色の鉱物の岩脈だけでなく、 コーティングが外皮で構成されているためおそらく水の薄い膜によってわずかな変化があったとされ少量の水が硬化作用過程の中で裂け目に入り込んだのではないかと考えられている岩石が埋められ水やゴミの薄い膜が相互作用した時に岩石はコーティングされたとも思われ地球で発見された同じ種類の岩石と比較して細かく砕きやすくなっているように変化していることも一つの 根拠になっている。コロンビア級に数種類の岩があることを発見され、クロービース、ウィッシュトーン、ピース、ウォッチタワー、バックステイ、インディペンデンスの6種類に分類。これらの名前は各グループの目立つ岩石にちなんで名付けられ、アプックスによって測定されたこれらの化学組成はお互い大きく異なることが判明した。最重要な点として、コロンビア級にあるすべての岩石は、 水のような流動体によって程度は、荒れ様々な変化を遂げていったとされる。また、水溶液で周りに流れることができるリン、硫黄、塩素、臭素といった成分で満たされている。コロンビア級の岩はそれぞれ異なる量の観覧石と硫酸塩を含む玄武岩質ガラスでできている。ただし、観覧石の豊富さは硫酸塩の量で反比例する。 これはまさに水が観覧席を壊すことで硫酸塩の生成を助けているを予測するものである。クロービス軍はメスバウアー文工法によってその中にハリ鉄鋼を検出したことから特段の注目を集めた。ハリ鉄鋼は水が存在しないと形成されないため、コロンビア級の岩石にはかつて水があったことを示す最初の証拠とされる発見だった。加えて、 岩石と路頭のメスバウアー分工法では、観覧石の存在の強い減水を検知したが、観覧石自体は一度観覧石を多く含んでいた時期があったとされる。観覧石は水によって簡単に分解されるため水の減少を示す目印である。また生成に水が必要な硫酸塩も発見されている。ウィッシュトーンは多量の社長石、少量の観覧石、無水物で構成されている。 ピースでは、異様が発見されたことで水に閉ざされていた強い根拠になっており、これにより、水和型硫酸塩の存在が疑われている。ウォッチタワー型岩石は、観覧石が少ないが当然ながら、水によって変化したものと考えられている。インディペンデンス型は、粘土のいくつかのサインが発見された。粘土は形成のためにかなり長期な水にさらされる、必要がある。 コロンビア級にあるパソロブルズという土壌の一種は大量の溶、リン、カルシウム、鉄で構成されているためかつて交渉が存在したと考えられている。またパソロブルズの土壌にあるメスバウアー文工法が発見した鉄は水が存在していたらあり得るとされる酸化型で FE の形式になっている。6年間のミッションの中間期において土壌の中に 大量の純粋なシリカが発見された。このシリカは、温泉的な環境にある水や水が存在する中での火山性活動によって生成された酸性の蒸気と土壌の相互作用によって生成されたとされる。スピリットの活動停止後、科学者たちは小型熱放射スペクトロメータの古いデータを研究し、炭酸使用を多く含む岩石の存在を確認した。これは火星における この地域には一度水が潜んでいた可能性があることを意味するものだった。この炭酸塩はコマンチェと名付けられた岩石の路頭で発見された。これはスピリットがグセフにある平原のわずかな風化の証拠を発見したが湖があったという証拠を見つけることはできなかった。しかしコロンビア級ではある程度の水の風化という明確な根拠があった。 グセフクレーターには大昔子があったことが信じられたもののその後火星鉱物で成り立っていることが判明したゴミのすべては少量のチタンを含む磁鉄鉱と確認されている磁気鉱生物でできているさらに火星のすべてを売っているゴミの薄いコーティングは火星のすべての部分において同じであるありがとうございます